約束しろ、はい、食中毒になってもどこにも連絡すんな。わかりました。わかったか、はい、で今気づいたんだけど皿忘れたわ。え、箸ねえ。で酒飲んでねえから酒用意すんのもありだったな。飲みます。ええ、お前やばやってきます。意外とうまそうでしょ。じゃあどうも、今から花火買いに行くから。花火、花火を買ってホームセンターで七輪買ってかな。外配信久々じゃない。夏の終わりスペシャル、なんか久々の外配信だな。おい、なんか久々だなお前ら。いや、え、どうも、そうですよ、ありがとうございます、嬉しいです、またね。配信頑張ってくださいよって言われた。多分トツじゃないね、あの人普通に通り際の人だった。昨日動画見てましたって。もし七輪って売ってますかね。はい、すいません、ありがとうございます、失礼します。はーい、確保した。はい、おー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 、七輪はちょっと用意できた。七輪持ってこいお前。悔しい。あれいいよ、取ろうぜ取ろうぜ。いいよ、取れた。あ、だね、ありがとう、聞いてて。あ、だね、だね。七輪リスナー求めたな、これ。買ってきたぞ、こちらですね、バカデカ七輪。七輪を買いました。プラスしてこれ見て、これのリュック、この中に着火剤あったり花火あったりを入れてあります。これはさすがの島中ですね、感謝というわけで。次食材買いに行きます。皆さん、網はある、網は中に入ってる、トングはいらないと思ってる。15分ぐらいですかね。真っ暗なんだよね多分ね。のあれ持ってきたから、ランタンみたいなの持ってきたから、ビカーって光るやつ、あと花火あるんで大丈夫です。花火はね、10月になっちゃうと草が枯れ出すんだよね。夏の花火ってマジで危なくないんだよな。草ってさ火つかねえんだよ。でも10月とかちょっと、もうちょっと行くと草が枯れ出してそこに火がつくんだよね。そうすると焼け野原になる、江戸川が。もうなんだかんだ2時間半配信してんのがウケんな、外配信一瞬だな。まあでも俺近々やることが決まってて、八宝菜作るわ配信で。俺スプラトゥーンやってるじゃん最近、イカさばきたいなって。イカ1の状態からさばくわ。魚さばくよりイカはむずくないと思うんだよな。気まぐれクッキー見てる感じ、おるるるるるっていうくだりあるんで、ボジューってくだり。でもさ、魚さばくアニキサスとかって大丈夫なの。あ、待って、焼いたら死滅すんの。死滅してるアニキサスなら別に食っていいんだけどさ、死滅してないアニキサスは食えないから、さすがにアニキサスちゃんは駆除できんの。ん、名前違う、アニサキスな、なるほどね、アニキサスかと思ってたよ。というわけで、この何もない河川敷でマジでこんな何もねえか、びっくら超えちゃった。皆さん、今から七輪をやっていこうと思います。ちょっとじゃあチュッチュがいたんで、チュッチュに後で花火見してやるか、いい夜にしてやろう。え、これなんだ、これなんだ、うわ、それ中底や。なんで詳しいんだよ、なんで詳しいんだよ。
すごいぞ、ほら行くよみんな。うえすげえ。七輪クソほど重い。でこちらも買いました、炭一人前。ほらダーン。何16時までしか利用できない。本当にどこ書いてある。本当に待って、俺の俺飯食えないじゃん、そうなったら。すいません。はい、わ、こんなとこまで、何しに行ってんだよ。苦戦してますか。苦戦してる。いや、そもそもここがやっちゃいけないかもしんないって言われて。いや、微妙っすね。微妙なんだ。僕も昔やったことあるんですけど、うん、この辺で。うん。後片付けとかきちんとやれば。ああ、なるほどね。着火剤とか、あと僕今、うん、焼肉屋さんで働いてて。お前、有能すぎだろ。ちょっと待って、ちょっと待ってね。はい。ちょっと待って。全然。いけるわ。俺にマナーがあればいける。いや、ここはじゃあダメやんじゃねえよ。いけるだろ。よし、リスナー出番、はい、火のつけ方を教えろ俺に。え、これさ、うん、虫刺されたらの時の。おいおいおい、嘘だろ。え、あとこういうのも意外と焼いたら美味しいんで。どれ。缶詰。お前最高か。一応ライターも。あれやろ、ライターを。スタンミジャパンなら忘れてるかもしれないっていうね。もしかしたら。もしかしたら、あいつならあり得るかもしれないっていうね。あるんだよ、スタンミジャパンは。全然忘れるから。だってか、そのさ、俺がドーンってなったら止めれるってことでしょ、まあ、そこのな、やっぱマナーを守ってるってことだから、その方法わかんなくても、うわーんってなったらお前が止めろ。はい、OK、はい。よし。ちょっと待ってろ。お前せっかく来てくれたんだから、はい、お前にちょっとな、俺の作ったもんをな。マジっすか。ああ、俺がお見舞いしてやるよ。でも、はい、約束しろ、はい、食中毒になってもどこにも連絡すんだ。わかりました。わかったか。はい、よし。そっから風が、穴から風が入って、うん、下で。はい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 。いや、風向きの方に入れたらいいの。じゃあこの間に俺が今日買ってきた食材等もちょっと君たちに発表しようかな。まず一つエリンギ。はい、そして博多の塩。こちら博多の塩。調味料はこれだけ。もうシンプルにこうやっぱり炭火の力に任せる俺は。そしてこちらですね、三元豚丼。じゃん、肉厚めの。はい、そしてこちらじゃん、焼きそば。これ問題点一つあり。アルミホイルが売ってなかったの、スーパー。信じられる？アルミホイル売ってないスーパーって何？これどうやってやろうか、ちょっと考え中、今。はい。最終的に、網の上でどうにかしてやってみるわ。はい、そして、ダン。サンマ。で、今気づいたんだけど、皿忘れたわ。買ってきます。ダン、いい、それはいいよ。大丈夫。箸ねえ。箸が、え？箸ないわ。あのね、ただで食わすわけにはいかないんだよ。そうですね。それはそうだね、はい。ご飯食べるのにさ、無料で食うなんてことを言わないな。労働で返さないと。箸と皿をさ、ちょっと買ってきてくれないか。はい、いいか。はい、あと他に必要なもの。必要なものはない。さすがにない。箸と皿だけでいい。箸と皿だけでいい。ごめん、ありがとう。はい、わかりました。コンビニすぐ近くにある。いいかい。はい、ごめんね。はい、ありがとう。はい、行ってきます。絶品をお前にお見舞いしてるから。ありがとうございます。よしよし。アルミホイル、アルミホイル、アルミホイル。危ねえ。ナイスリスナー。リスナーがナイスすぎる。リスナーに、俺が花火してる横でリスナー頑張ってパタパタしてたらウケんな。水だけ用意してちょっと花火する。俺が夏の終わりをお前らに見せてやる。夏の終わりの開会式、セレモニーバイ菅原優也。
今日はお集まりいただきありがとうございます。今日皆さんが見る夢の世界は一生忘れられない思い出になるでしょう。というわけで行かせていただきます。びっくりした。ビビった。怖っ。何怖っ。線香花火ちょっと心にくんだ。なんか悲しいな。普通に楽しいことをしてるはずなのに。お待ちかねのご飯タイム行きましょうかね。手慣れてるね。ゆうや何もしない。土手に店員さんいたんだな。疲れてる？あ、大丈夫です。おい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 、思ったより七人になってんじゃねえか。ちゃんとこれうまそうっすね。いっちゃおう。あ、いいですかこれ。いっちゃって。あ、まっす。うわ、すげえ。いただきます。これ食べます。うわ、すごいよ。ほらちゃんと焼けとるわ。ほれほれ。うわぁ、欲しいねこれね。食うことしか考えてなかったわ。酒飲んでねえから酒用意すんのもありだったな。飲みます？え？お前やば。渡していいか分かんなくてずっと持ってたんですよね。やばすぎだろお前。お前やばすぎだろ。嘘だろ。いただきます。うんまっ。うえ、こんばんは。神さんですか？そうですよ。はじめまして。何お前それなんだよ。お前それなんだよお前それ。これあれなんですよ、あの焼きそばやるって聞いたんで。マジで？マジ？買ってきた？フライパン、お前からフライパン買ってきてくれたんだけど。ありがとう。お前も食ってけ。あ、すいません。お前食ってけ、ちょっと待ってね。でも実際フライパンってどうなんかな。火通る？通るか。見た感じちょっと七輪微妙かなと思った。来て思った。オッケー、俺が君たちにお見舞いしてやろう。あ、ちょっとマナー終わる。あ、大丈夫です。大丈夫。オッケーオッケーオッケー。マナーをしっかりしてるからちゃんと聞いていかないといけないから。任せてください。ちょっと様子見させてもらって。もうちょっと行こう。もうちょっと。何お前そんな持ってる。お前マジで何でも持ってるじゃん。これいけるわこんなん。ほら行っちゃえ。え、いいですか？いいよ、行っちゃえ。行きます。うまいべ、うまいべ、だべ。いただきます。うわー、じゃあ言っていいですか、今日の本命。これをするために一人してるんで。はい、おい、やだめっちゃ。ほら油のおかげで火も上がってきますね。なあ、落ちてそっからいい感じになるんだな。学べますね。ちょっと一回見て。
おっと、ちょっと待ってよ。おっと、これはこいつ、一回サラサラ、いけ。あ、もうそんな言ってんの。急げ。やべえ、ちょっと待って、スピードすぎる。チン、そんな、うわ、あ、落ちる、救出。危ねえ。どこ、ハンナは？あ、尻尾の方？尻尾なもん、それ。尻尾じゃ、ちょっと避けて食って、それ。はい。うまい？え、うますぎん？やばくない？これ。やば！え、ちょっと待って。あー、うまい。まさかフライパンを持ってくるやつがいるとはな。ちゃんとして。ほい。いただきます。うまい。外れない、まるちゃん、マジでうめえ。これ七輪ってさ、どうすればいいの、ここら。あー、ごちそうさまでした。後処理にかかります。ゴミとか、いや、ダメよ、それはダメよ。すぐだから、別に俺の今後の配信がリスナー力になっちゃう。すべてリスナー、俺が暴れた残骸をリスナーが持って帰るあれになっちゃうからさ。明かりがなくなるんで、ここら辺で配信は切りたいと思います。というわけで、またちょっと配信しようと思います。お疲れ様でした。久々だったね。バイバイ、おやすみ。じゃあな。